そうですね。赤がディオ、そして茶色がトガシ。ノーマルから選ぶ。さあタックル合戦。左足ガードして。ダメージたまんの早いのはディオさん。そうですね。ダメージ与えているのでその分のゲージ回収量差がある。邪魔だ。うわ邪魔すぎる。さあタックルくぐれ。これを痛い。投げて。うまい。サイズは避ける。ガードしてしまう。さあ上張り。頑張れこれもんな。なんか先週も見たなこの子。見たね。あーさあ食うぐらいからタックル。ちゃんと拾ってく。ただ人がしがほぼほぼ2エージいけそうな状況なので、ね、1.7。おおいしい。さあスパルタンボム決めて。タックルはブローられている。これはあ邪魔だ。さあまた邪魔な状況が。あーと欲しい時に切れた。あぶテレブル。さあきついぞ。さあこれは状況次第ではタックルは読んでいた。さあエイズ張って通る。直テリブル。タックル、タックル、ヘッド。さあもう一枚溜まりそうな状況とかし。そして入っていく。お前逃がさない。トップテレブルガード。さあちょっと危ない。ディオのガードが硬いっすね。だいぶえらい。そしてヘッドにはちゃんと投げている。着地を投げる。偉すぎる。ただし先ほどと打って変わったゲージ状況ディオ側が優勢。あと引っかかっちゃうとエイジスの時間立ってる。しゃがんでる。大足大足チョップ痛い。しゃがみくらいが痛すぎる。あんま熱いかも。あとお手玉のお時間。おしゃれ。最終的にそこを収まんだ。さあ投げて。さあこうなると収まるよ。さあ攻守交代。ドン。すごい明白だねこのカード。さあただゲージがもうない。さあこれはエイジ去って、あと引っかかる。テレブル。直テレブル。あっと今タックル。ありがとうございますと。